ウェルガス・アンサンブルは、ベルギーの古学専門性学、気学アンサンブルである。レパートリーは、中世、ルネサンス、バロック初期で、特に、ブルゴーニ学派、フランドル学派を中心とする。1971年にパウルヴァン・ネーベルが設立し、現在まで指揮者を務めている。団体名は、13世紀の音楽作品の主要な、転居の一つである。 ラスウェルガス写本から取られている。ウェルガスアンサンブルは、トマス・ビンクリーや、デイビッド・マンローラ、古学演奏の初期の世代を継承する団体の一つで、ある。ウェルガスアンサンブルは1971年、バーゼル・スコラ・カントルムで活動していた、パウル・ワン・ネーベルが設立した。古学本来の音響を追求するために、ネーベルは、中世もしくはルネサンス期のコルネット、トロンボーン、 リコーダー、ホルンなど、オリジナル楽器の使用にこだわり、その結果ウェルガスアンサンブルは、たちまち古学の著名な演奏団体の一つとして、認められるようになった。総じて、声楽、器楽ともに、その表現技法は、当時の音響の再現を目指したもので、たっぷりとした力強い響きと、芳醇な音響造形を実現している。演奏は、洗練されたフレージングに加え、 豊かで、上官にあふれる装飾音に満ち、しかも革新性を失うことなく、エキセントリックでさえある。演奏キャリアを通してネイベルは、もちろん古学の範囲にとどまるものの、常に実験的であるが、その演奏は楽譜に忠実で、正確な音の再現を追い求めるものである。1994年に発表した、ニコシアのヤヌス王の宮廷音楽では、いくつかの曲において、 通常想定されるのとは異なるテンポで極限まで鋭角化した不協和音をふんだんに用いた演奏を披露した。同年のオルランド・ディラッソ、セイ・ペテロの涙の録音ではフィリップ・ヘレベフ・ヘラ巧妙な指揮者に並ぶ高い演奏技術を示した。1998年のアレクサンダー・アグリコラの録音ではいわゆるシークレット・クロマティック・アートによる際立った反音階的変化を見せた。 ネーベルは演奏キャリアを通じて、たとえ非評価から批判を受けようとも、常に革新性を追求し続けている。ウェルガスアンサンブルの活動は、音楽産業が中世やルネサンスの音楽を再発見するはるか、以前より始まっているが、30年以上の活動歴を経ても、なお革新的であることに非常に高い意欲を見せている。2019年より、ブルゴーニュのタランにて、 ペンテコステフェスティバルを主催している。ウェルガスアンサンブルとネーベルの最大の功績の一つはあまり知られていない作曲家や作品を常に精力的に発掘することである。ありがとうございます。